はい、こんにちは、札幌占い美容師佐山真琴です。今日は、エクステで、エクステにする理由としてはですね、パーマをかけたいっていうことだったんですけど、毛先がブリーチしてて結構もう切れそうな、まあ、髪の毛はね強いと思うんですけど、結構綺麗なウェーブが、まあ、デジコアでかけてもかけたらまあそれなりになるんですけど、なんかいまいちなっていうことで、でモデルさん本人がやっぱ伸ばしていきたいっていうのが最終的にあって、少しずつ切りながらパーマをかけて伸ばしていきたいっていうゴール地点があるんですね。なのでそれを、まあ、最短でエクステをつけて、でこれ今残ってるパーマに、エクステの癖というかエクステの質感をつなげていって、なので今日はカットでちょっとその今回もリバーステークセリング使うと思うんですけど、それで毛量調節をまずして、その状態からですね、デトックスシャンプーをして、エクステが、つきやすい状態を作り、そしてそれにエクステをちょっとつけて、で最後、雰囲気をガラッと変えて結構長くしていきたいなと思っているので、お願いいたします。前髪はどう？あ、前髪も切りたいです。眉毛はどうしたいんだ前髪、眉毛ぐらいがいいです。眉毛ぐらい、はい、眉毛ぐらい、眉毛まで短くしたいってこと？眉毛ちょい長ぐらいで、あ、薄い感じがいいの？あ、そうです。あ、了解です、はい、じゃ眉毛を薄くして、やっていくということで、まあそこもカットでやっていくので、はい、あとはテイクセニングの毛量調節だけですかね。あとはエクステなので、まあ、雰囲気をガラッと変えていきたいなと思ってますので、よろしくお願いいたします。リバーステークセニングが入っていく理由としては、毛量がかなり今、この毛量が溜まっていて、でエクステつけた時にやっぱりその段差がすごく気になるので、この毛量の調節を、毛先の量を取らないようにして、中間の見えない重さっていうのを取ってあげた方が毛に馴染みやすくて、頭でっかちにならないので、ちょっと皆さんそれをやった方がいいかなと思うので、使うのは T3 セリングを使っていきたいと思います。はい、まあ、前回のね、エクステの時もやったんですけど、基本的に結構最近リバーステークセリングはかなり使えますので、やってみてください。まっすぐこういう風にテイクセリングを入れていってしまうと、ベースは取りすぎない方がいいので、彼女も多分最終的にはエクステを取って自分の髪でノングにしていきたいと思いますので、ボンノクボから下のラインですね、ここは自分の重さでやっていった方がいいんですが、かなり毛先がそがれていて根元の量が重いです。非常にバランスが悪いので、これはちょっと整えた方がいいかなって僕は思うので、よし、これでだいぶ取れたかな。でこれで取れたんで、ここでバランスは結構整うんですけど、あとポイントですね、この辺いらないなっていうところが絶対出てくるので、これでだいぶここのシュッっていうのラインが、広がってたラインがここにシュッってこう入ってきて、毛先の量はそのままっていう感じになるので、非常にバランスは良くなったのかなって感じがします。でこの方がより A ラインが綺麗に出やすいので、前髪さんがどうなんだ、これまっすぐ下ろす感じいいんだっけ、ちょっとでも分けることの方が多いんですけど、うん、短くなったら分けれなくなるんですよね。あー、そうだね。よいしょ。で、まずですね、アングルなんですけど、上ぐらいかな。これ一回切ります。で1回目のところで確認して、まあ、このぐらいで多分ね、彼女 の毛流れがこうじゃなくて、ここから分けたい人はこうなるんですね。なんでちょっとね、難しい癖毛ではあるんですけど、はい、次は T3 です。もう一回 T3 使います。これバングの鉄板の切り方なんで、まあ、シンセルバングでも何でもいいんですけども、はい、ちょっとだけ軽さが出て、まあ、ちょっと今ねすごい邪魔くさい状態だと思うんですけど、バランス、両側のバランスはこれで整いましたので、これでまあこ
をちょっと巻いてもらったりとかで、もうちょいじゃあいけるなっていう場合、僕もちょっと、もうちょっと来ていいですか、はい、でもうちょっと量を取った方がなんか可愛くなりそうな気がするので、まあそれはもうポイントごとに下の長さをまずちょっと軽く、まあ、揃えます。まあエクステ取った時にバランスが崩れてるとおかしいんで、まあ今左の方が若干長いんでそこを修正したりとかします。まあまあ簡単にいつも切ってる感じでノーテンションで、はい、カットします。丸さを作って、こっちはちょっと長いからここをちょっと切りますね。はい、こんな感じで、で縦のところは、これこういう場合は皆さん多分こういう風に縦で、こうやって切りたいと思うんですけど、これやる必要なくて、なぜかっていうとそれをやるとすごく軽くなりすぎるんですよね、中間とか毛先とつなげると。なんでこういう場合はもうフラッティングだけでいきます。余計なことしなくていいのでフラッティングのみでいけるから、ダイバルタンで全部いきます。はい、でやってみますね。眠くなりますよね、カットする。全然問題ないです、問題ないです。むしろそれぐらいの方がいいです。あ、そのぐらいの手とかも結構顔周りから攻めていった方がちょっと綺麗になるんで、顔周りのところをちょっと、これでだいぶね、どうですかね、はい、眠くなりますね。はい、でここに小顔バングちょっとだけまあちょっとね、結構ガラッと変えたいんでちょっとここだけ入れます。皆さんもやり方知ってると思うんで、ここの部分の裏面のこの前髪の延長線上、そして顔の位置の彼女の場合はちょっと鼻ぐらいの位置かな、ここに合わせて、このベースに対して、これからデトックスシャンプーをしていくんですけど、エクステつけるときに、まあちょっと話長くなっちゃうんですけど、エクステのシールエクステのデメリットでみんなやめる理由としては、シールエクステは取りづらいっていうのと、取れづらい、取るとき大変、あと美容室が取ってくれないとか、あと、シールは取れ、つけてもすぐ取れちゃうとかですね、そういう部分があるんで、じゃあ取れないシールエクステで脱着も簡単にできる方法があれば、取るときも簡単に取れるとかだったら問題はないと思うんですよね。で編み込みだったらやっぱりそのポンって太くなっちゃうので、どうしても編み込みのサロンってやっぱりその地域地域で価格戦争に巻き込まれてしまうので、編み込みで勝負は絶対しない方がいいから、シールでやった方がいいと思います。シールのあのゲンキングさんとかもそうですけど、芸能人って大体シールエクステつけてるので、はい、芸能人はほとんどシールのでもう付け替えたりとかしてるんで、ただシールのデメリットはちょっと値段が高いとかそういうのもあるので、まあ、若い子とかちょっとね金額的に、けど僕が自分の頭で10回ぐらいつけたり取ったりっていうのを毎日シャンプーやって、検証してどれがいいのかっていうのをやったんですけど、髪質もいいのが一番なんですけど、あのシールのところがちょっと弾力があるんですね。でこの弾力がすごく必要で、この弾力があることによってちょっと取れづらかったりとかします。はい、ということで、デトックスシャンプーはどういう風にしていくかっていうと、まあ、デトックスのヘナで使うんですけど、修練することによって、あと髪の毛がギュッと締まりますよね。それで、油もちょっと取ることによってシールつきやすくなるんですよね。で取れづらくなるっていうことなんで、やった方がいいと思います。なんで やり方としてはヘナノールをただシャンプーに混ぜてシャンプーするだけなので非常に簡単ですね。それで洗うだけなの でヘナノールの回を見ていただくと分かるんですけど、ヘナノールを作ったやつを、ヘナノール自体はスポイトに入れてもらって少量ですね、それをシャンプーにこう混ぜてやるぐらいで全然大丈夫です。ということで今これからちょっとそれをしていきます、はい、今ですねこれからデトックスシャンプー入るんですけど、でもシャンプーで泡立てた上から、これヘナノールと水を1対1で割ったやつなんですけど、これをただ上からつけるだけで、まあ、頭皮の方メインで、こうつけていきます。今デトックスシャンプーをして乾かした状態なんですけど、だいぶまあ収まってるかなと思います。今これただハンドブローした状態なんですけど、まあ、違いとしてはこの毛が、こっちに入るってことですね。これ今までは多分こういう風に広がってたと思うんですけど、これがこっち側にキュッと入ることによって小顔効果だったりとか色のバランスの良さが出ます。はい、でこういうベースを作っておいて、
これにエクステをつけていくというような感じですね。はい、して、まずじゃあちょっとやってみましょう。はい、でフィンガーコームつけるとエクステすごいつけやすいんで、すごくいいです。はい、だいたいエクステのみでいこうかなと思ったんですけど、ちょっと問題が生じて、やっぱこのつなぎのところが結構体色がすごくて、まあブリーチのとこですけど、まあちょっとここがあまりにもちょっとツートン感が出すぎちゃってて、で本来はこれよりも明るいエクステをつけていけばここが馴染んでバレアージュとかグラデーションカラーになるんですけど、ちょっとあまり明るくしたくないということだったので、まあこの辺の色に合わせて今回やったんで、ちょっとこういう風にツートンになっちゃいました。でここをもうあの時間があんまないので5分ぐらいでパパッと止める感じでやります。ちょっと毛先をなじましていきます。はい、この明るいとこですね、まあ、つけて流すみたいな感じになると思うんですけど、この辺かな、この毛先のところ、この明るいところを取って染めます。ここですね。ただ6トーンで結構暗いんで、ちょっと時間でやっていかないとちょっと危ないっていう感じですね。はい、このブリーチのところに染み込ませていきます。もう塗って即シャンプー台っていう感じですね、あのこのパターンは。はい、まあ、今エクステにはつけてません。地毛のつながり、毛先のなんか退色しちゃったとこを、まあ、あとはこうしないんだったらあと削ぐしかないので、まあ取った時にちょっとねあれなので、まあ削ぎはあまり最小限に抑えたいので、まあ染めてごまかすかなって感じですかね。はい、こんな感じですね。でもうこれ色入ってるんで、もうこれ流して終わりですね。グレーカラー結構使うんですけど、結構外さないんで、結構攻めるより結構安パイでいきます。エクステにつなげるときは。どうします。